アルトゥール・マルティン・フレプスは、ナチス・ドイツの武装親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将及び武装親衛隊大将。当時オーストリア・ハンガリー帝国領だった、トランシルバニア地方ビルテルムに生まれる。ドイツ系、オーストリア系が大量に植民している地域で、フレプスの父も、オーストリアのシレジアから移民した、内海であった。シビウの学校を出た後、 ブラチスラバの陸軍大学に通い、オーストリア・ハンガリー帝国陸軍に入隊した。第一次世界大戦にも、従軍、中佐まで昇進した。敗戦後、オーストリア・ハンガリー帝国は分解し、トランシルバニア地方は、ルーマニア王国領となった。フレプスもルーマニア軍に入隊し、少々まで昇進した。1941年に、ドイツ国防軍に入隊、まもなく、 武装親衛隊に移籍し、第 5SS 装甲師団、ビーキングに属する連隊の隊長となった。1942年に入り、ルーマニア・ハンガリー・クロアチア・セルビアの民族、ドイツ人から第 7SS 義勇山岳師団、プリンツ・オイゲンが組織されるとその初代師団長に、任じられた。1942年後半には、プリンツ・オイゲンは、 バルカン半島のパルチザン総統作戦に借り出された。パルチザン以外の民間人も大量に虐殺されることとなった。1943年4月には他の山岳師団も加えた第 5SS 山岳軍団の軍団長に任じられ、ボスニアのモスタル近くでパルチザン総統作戦を行った。1943年6月に新英隊大将に昇進するとと,ともに、 岸鉄十字章に受章し、1944年9月16日には、ジーベンビュルゲン新衛隊及び警察高級指導者へ就任した。しかし1944年に行方不明となった。最後は、よくわかっていないが、ソ連に捕まって殺害されたとみられる。ドイツ側は、フレプスの失踪を脱走と考えていた。ハインリヒヒムラー新衛隊長官自らが、 フェルプスの失踪の調査を行ったが、結局、公式には戦士として処理され、白洋付き死鉄十字章が追贈された。フレプスの死後、ジーベンビュルゲン親衛隊及び警察高級指導者は廃止された。ありがとうございます。